皆さんこんにちは、福島遊です、今日もやってまいりましたブリストルヒルゴルフクラブでございます、真夏のブリストルですが、近くに海があるため海風が吹いて意外と涼しいというですね、夏の千葉暑いなんて思われてますけど、意外とこの房総半島は涼しいです。風が吹いてね。はい、ということで横田慎一挑戦の力試しラウンド第2弾なんですけども、私の挑戦を応援してくださる、企業さんですね。こちらミレジーって呼ぶんですかね。はい、距離計でございます。今日はこちらの距離計を使ってですね、ラウンドしていきたいなと思うんですけど、まあ、この距離計ちょっと届いて事前に開封の儀してみたんですけど、めちゃめちゃちっちゃいです。クレジットカードサイズで、なんかこう傾斜も測れるんですけど、傾斜測るとここがね、光るみたいです。傾斜モードにするとこういう風に光ります。でここを押すと傾斜モードが切り替わるっていうことで、オフかオンかすぐ一目で分かるっていうことで競技にも使える。そして何よりも充電式、だいたいね、ちっちゃい乾電池使うんですけど、これは USB-C で充電できるので、まあ前日にちゃんと充電しておけばバッチ OK っていうことですね。突然こうコース内で電池なくなる心配なしということで、今日はちょっとこちらを使ってねラウンドしていきたいと思います。さあ、まあ、でもちょっとスタートホール測るものがないっていう、林がないんで測るものがないんですけど、ちなみに左の家までは270ヤードです。ということで行きますよ。今日もノー練習、練習してないんで体バキバキです。さあ、今日も青ティーからやりますけど、だいたい青ティーからやると全体の距離が6800ヤード。いつかね、もっとフルバックでやりたいななんて思います。ちょっと車が、左車来てるんで、一応車いなくなってからどうかなと思います。よし、大丈夫かな。さあ、僕ね、朝はね、絶対球捕まらないと思うんでね、結構左向くんですよね。左向いて、無理やりボール捕まえに行かないっていう感じでね、打ってきます。こんな感じでスライス打っていけばいいかなっていう感じです。 OK、 よし、じゃあ行きましょう。はい、ちょっと左ラフでしたが153ヤードです。さあ、153ヤード無風、だいたい家の横まで来てるんで270ヤードぐらい飛んだのかな。朝一でこのぐらい飛ぶってことは結構体が動いてる証拠なんで、本来だったらちょっと7番でチョン打ちしたいとこだけど、8番で届くかな。153ヤードショートして140ヤードしか飛ばなくても、まあグリーンにはかじるか。でもちょっとこうライが悪いんだよな。よし、でも行ってみよう。ショートしてもいいと思って打ってみよう。どうだ、ピン方向行ってるけど、お、ちょうどいいか、ちょっと手前か。さあ、ちょっと10ヤードぐらいショートですけど、まさかのちょっと8番アイアンのラフから左足下がりから打ってボールが戻ってくるっていう予想外。ここからちょっと前行くと思ったんだけどな、3ヤードぐらいは。9歩、グリーンはやっぱちょっと夏なんでね、少しそんなに走らないかなっていう感じです。さあ、あっちが海なんでね、右が高く見えるけどそんなにフックしない、むしろちょっとスライスしたがるんじゃないかとは思っているけど、
ファーストパット。まあまあ距離感合ってるから一回やっぱりフックしないな。はい、パーです。一ホール目はパー。はい、2番ホールです。はい、2番ホール右ドッグレッグのパー4。まあ突き抜けまでは344ヤードなんでね、そんなにナーバスにならなくていいかなと思います。右も結構広いです。右ドッグレッグの、まあ、パー5512ヤード。あの真ん中の旗よりちょい右に飛ばせるとセカンドショットが結構狙いやすいんだけど、うん、ちょっと先っぽだけどいいかな。 OK OK、 フェアウェイ真ん中です。よいしょ。はいはい、2打目。今日はピンは左奥だ。255ヤードか。今日はちょっと左奥だから遠いな。右サイドだと結構簡単にグリーン狙えるんだけど、左サイドだから届かないだろうな。さあ頑張って打ってみよう。右から転がって乗ってけばいいかなっていう感じで。いや、ちょっと引っ掛けた。おお、なんか左、右にキックしたね。右にキックした。ラッキー。はい、グリーンの左奥です。第3打。20ヤード弱のロブショットを打たなきゃいけない状況で、これグリーン左のステージと右のステージに分かれてて、この右の上の段に上がってるから向こうの段下までは行かせたくないなとは思ってるんで、朝一のロブショットだけど距離感とか全くないないです。距離感全くないけど、ワンチャンちょっとダルマ落とし気味でショートしてもいいかなって思って打つしかないかな。割り切って上にまで上がってくれたらなんとか寄せ番できそうだし。どう？やっぱちょっと消極的だったね今のは。まあでもよしとするか。 OK。 さあ1,2,3,4 4歩ぐらいのバーディーパット。さてさて、スライスライン、ギリギリちょっと乗ってないんでマークはできません。スライスするよな、ちゃんと。うわ、押し出したバーディー取れず、2番もパーです。はい、2番はねバーディー取りたいよね。いつも取れてないな最近。さあ右の見えているブッシュまでは272。なんかここも右ドッグでセカンドがかなり打ち上げてるんで、あんまり右に打ってちゃうといいことないから結構左目打ってきます。
思ったような感じのフェードで行けました。フェアウェイセンターです。はい、まあいいとこですけど、こんな感じで僕の飛距離だと絶対2オン狙えなくて、刻みが結構ね難しいんですよね。あんまり右打って越えてっても意外とボールなかったりすること多いんで、まあ多分スプーンでフェード打つ機会が出てくると思うから、それの練習のつもりでね2番ホール引っ掛けたからあんまりよくかかずに左からフェード打ってこう。うん、まあさてさて、まあ上手に刻めたとは思いますけど、距離は69ヤード。この間横さんにも相談したな、苦手な距離。なんか結構80ヤードぐらい打とうとか70ヤードぐらい打とうと思ってもどこまでも飛んでっちゃうんだよな。74ヤード。どうだろう。手応えはいいけど、うまくついてるといいな。はい、距離合ってました、よかった。ここです。ボールが止まってくれたんだ。段の上だったからね、今ちょっと届いたかなって思ってヒヤヒヤしてたけど、さあバーディーパットどうだ。まあ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 、うん、簡単そうに見えて、なんかこう動画だってこととか対横田ってことを考えると急に難しく感じる。こっちの方が高く見えるけど全体傾斜はフック、反対から見るとスライスにも見えたけど、でもこれはもう見た目通りでいいよな。最近パターが調子悪くてね。あ、やっぱスライスしたかな今。うわこれは痛い、やっぱスライスか、スライスしてるな。うわ悔しい、パーだ。あー、ということで3ホール終わったけど、3ホールあってイーブンパー。次また3ホール行きます、4、5、6とね。はい、ということで今回、いただいたこちらの、計測器、ミレジって読むんですかね、Amazon で売ってるみたいです。はい、開けてみます。こんな感じでケースが入って、説明書入ってあります。これね充電式なんですよね。通常はあのカメラ用の電池入れてやるんですけど、まあ、僕も電池なくならないように、なくなった時のためにあのキャディバッグに予備の電池何個か入れてるんですけど、まあ、これはここから充電なんで、まあ前日ね充電し忘れてなければ、まあ一日は絶対優に持つのかななんて思います。はい、まあ1000ヤードまで測れるんですけど、まあ、1000ヤード測ることないですからね、ビーッとやります。で、ここ見えるかな、これ光ってる時は傾斜出ます。こうこの丸いボタンを長押しすると光らなくなりますね。光らなくなったってことはこれは高低差のモードじゃないですよっていうことになってるんで、まあトーナメントで日点の計測かっていう時は
このモードで使うといいのかなと思います。非常にコンパクトで軽量です。あと防水みたいですね。防水ありがたいです。防水だいたいなんかクレジットカードぐらいのサイズに書いてますけど、本当にその通りです。手のひらに収まる感じです。まあ今回の力試しラウンドでもこちらの計測器使ってラウンドしてますけど、計測器は絶対にあった方がいいです。いわゆる有名なその計測器よりもお安く買えますので、ぜひ安いもので十分だなと思う人はこういうのもいいと思いますので、リンクは概要欄の方に貼っておきますので、ぜひ興味ある方は見てみてください。